like how you。どうも、火曜レギュラーのハライチ澤部です。ちょっとローラ、結構ね、1ヶ月ちょっとやってきたけど、まだちょっとローラと、ね、打ち解けてない気がするの、どうすれば仲良くなれるのか、ローラと。なれない。なれない。俺そんなことで、なんか教えてよローラヨメタレ VS ハライチサーバーで、夢の炊き込みご飯、夢炊き屋。よっしゃい、いらっしゃいませんはい、え、何。さあ、このコーナーは炊き込みご飯の無限の可能性を求めて、嫁タレントの方とハライチ澤部が炊き込みご飯のアイデアで対決するコーナーです。本日澤部と対決する嫁タレントさんにご登場いただきましょう。嫁タレント南野陽子。シフレヒにね、まだまだ新婚気分なのか、はたまたそうじゃないのか、旦那さんに出している炊き込みご飯はどんなものなのか、南野さん、炊き込み、いや意気込みの方をよろしくお願いします。もうとにかく美味しく、はい、普段から炊き込んでるんですか。炊き込んでますよ。炊き込んでますかお料理されるんですか。ね、お料理っていうか、もう割と手抜き料理なんですけどね。でも炊き込みご飯って一手に ね、美味しくできるんで。なるほど。澤部もできるぐらいです。まあ僕もできるぐらいですからね。本当にやってる。本当にやってます。本当に、まあ、前回負けちゃいましたけど、最近もうだって中井さんとローラとか俺の方しか選んでねえから。澤部の料理にもう本当にハマっちゃってる。ハマっちゃってるんですもん、中井さん。俺はお前にハマってねえよ。ハマっちゃってるやつが言うやつだから、はい、楽しみ。南野ちゃんの炊き込みご飯、今から2種類の炊き込みご飯が登場します。南野さんが炊き込んだのか、澤部が炊き込んだのか分かりませんが、皆さんがどちらが美味しいか判定をお願いします。よし、さあ、それでは早速紹介しましょう。まずはこちらです。鮭のレモンバター炊き込みご飯です。レモンバター材料は、ね、これうまいだろうね。このようになっています。お米3合に水、醤油、バターを入れ、皮に切り込みを入れた鮭を乗せて炊きます。炊き上がったらレモンの汁を絞り、お好みでレモンの皮とパセリを振ってください。レモンの汁？サーベからレモンバターなんて出るからね。出ないと思う。レモンバターは出ます。ちょっとおしゃれすぎる。うまそうだもん、これ。レモンバター案は出ます、僕から。出ない、出ない。ちなみに今回の費用は1人前あたりおよそ50円です。安くなったね。はい、分かんないですね。普通の白ご飯がいくらか分かんない。ベースが分かんない。そうなんですか。早速じゃあ開けてみましょう。ここでギュッと、はい、ギュッとお願いします。お願いしますよ、タモリさん。いやあ、結構強い。ちゃんといっちゃっていいんだ。もう十分だと思いますよ。そう、大丈夫。全部混ぜる。全部混ぜる。で、タモリさん、はい、酒をほぐしながらかき混ぜてください。黄色はレモンの皮なの。そうそう、皮。いい香りでしょ。はい、ではここでレシピを振り返ります。大丈夫です。ほんとこんだけか。はい、お米3合に水 540ml、お醤油大さじ2杯、バター大さじ3を入れ、皮に切り込みを入れた鮭を乗せて炊きます。どういうことよ。どうですか。やばいやばい。いい、炊き上がりましたらレモン半分、あ、バターの香りを絞りまして、お好みでレモンの皮とパセリを振ってください。骨大丈夫かな。骨だ、ちゃんと抜いてます。大丈夫ですよ。はい、では、いいかな。いいんじゃない、ダムさん、いいんじゃない。召し上がってください。はい、はい、さあさあ、これはいいだろうね。食べてください。海苔もあんの。海苔かけちゃう。海苔も振りかけてください。どん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 召し上がってください。食べてください。よそって、まあ、どっちかね、わからないんですけども。はい、ありがとうございます。はい、でもね、簡単にできますね。そうですね。はい、炊き込みご飯のいいところは、簡単にできるところだからね。はい、父さん、早く父さん、
家族の設定なの？何ですか家族の設定。おいしい。レモンの料亭の味じゃない？料亭の味。ふわふわ。どうだ、いただきます。料亭の味。いい匂い。いいこと言いますね。マジ食べさせたいこれ。どうしました？炊きたてすぎてここ火傷しちゃったよ。知らないです。そこはホフホフしながらやってるんですよ。自分で調節して、うん、高級店の最後に出てくるやつだこれ。あら、高級店の最後に出てくる。あら、いいこと言いますね。これ何のちゃん。いや、わかんないです、それは。はい。うん、ゲーマンこれ決めつけないでください。はい、では続いての美味しい炊き込みご飯をご紹介します。こちらです。レモンがコーンの缶詰の炊き込みご飯。ありがとうございます。合わないんだよ、はい、こちらの炊き込みご飯の材料はこのようになっています。ご飯3合にだし汁、醤油、塩と水気を切ったホールコーンを入れて炊きます、うん、炊き上がったらバターを乗せ、お好みで海苔を振ってください。ちょっとバターがかぶっちゃったんだね。うまい、これすげえ。バターかぶりですね。バターかぶりしてね、はい、バターかぶりはしたら、こっちはバターなくてもいいんじゃないですか。いや、バターがね、やっぱ重要なね、君。どうしましたね。あれ、サーベイやっちゃったから。何もやっちゃってない。鮭相当うまかったからね、はい、ちなみに今回コーンの缶詰使わないもんだって。とりあえず食べてくださいね、はい、こちらは1人前あたりおよそ49円です。あら、安い。はい、安い。ではこちらの方が1円安い。じゃあ開けてみましょう。でも1円大事です。1円大事ですよ。センチメンタルジャージャー。なるほどね。見た目はいいや。いいでしょ。なんかいいでしょ。お父さんの靴下の匂いする。最低最低、最低。ほら、お前食いたくなくなっちゃうだろう。分かるけど、そんな例え出しちゃうの。分かるけど。では田丸さん予想してください。何で乗っかっちゃうんだ。これだからコーンバターで飯食ってうまいやん。うまいですよね。醤油ちょっと入れたりしてね。そうそう、醤油も入ってますから。入ってる。あ、醤油も入ってるんじゃないこれ。ちゃんと、ちゃんと味付けも計算されてますから。で、これ海苔かけんの。おこげがいい。はい、ではここでレシピのおさらいをしましょう。サーベン海苔かけんの。お米3合にだし汁 500ml、 お醤油大さじ1、お塩小さじ1と3合もいらねえんだね。吐きすぎなんだよこれ。はい、3合を基本にしてます。水気を切ったホールコーンを入れて炊きます。炊き上がったらバターを乗せ、お好みでほらもうこぼれちゃう。海苔を振ります。コーンがこぼれちゃうよ。2合でいいよ、2合で。見てコーンがこぼれてるから。ここ、これ何、 AD が絶対食おうとしてるじゃん。もうちょっと大きな。よしよしよし。あ、よしよしよし。では皆さん召し上がってください。召し上がってください。味は海苔の人、海苔の人予想つくわ。海苔の人、いいですね。海苔の人、微笑ましいですね。この海苔さんたちがね、ご飯を予想するだけは微笑ましいですね。なんかね、炊き出し感が、はい、これだからお好みで海苔をね。海苔多い。やめんじゃん、お前。海苔の味しかしないかも。バタバタ多いよ、海苔。海苔の味になっちゃうんだよ。ほら、海苔ご飯じゃねえか、これ。あれ、うまいな。皆さん、いかがですか。私なんかない。ひどい。あれ、お味はうまい。お、うまい、うまい、うまい、やばいね。うまいですね。なんだろうこれ。これ両方ともバターが余計だね。あら、とんでもないじゃないですか。なんかなんかやっぱトウモロコシみたいなので、そうそう、ね、いいかもしれないですね。そうですね。うん、バターとも醤油も何の味だっけ。あ、でもこれ海苔がいいね。わお、海苔がいいね。すごい、素晴らしいコメントですよ。うん、さあ、では、やばい、これ、うまい。いよいよ、最後にどちらが美味しかったかを判定していただきましょう。あ、やばい、これ。赤、鮭のレモンバター炊き込みご飯か、青、コーンの缶詰の炊き込みご飯か、美味しかった方のジャーへ移動していただきましょう。一人ずつ参ります。まずは、ローラさん。はい。赤、続いて、中井さん。ということで、3対2で鮭のレモンバターの炊き込み
この炊き込みご飯を作ったのは。絶対なんのじゃん、絶対こっちなんのじゃん、コーンはうまかったんだよ、迷ったんだよな、はい、鮭もね、確かにうまいけど、うん、バターでまたさらに仕込む、なんかね、余計なことしちゃってんだよね、いや、あんな違う、こっち選んでましたから、何そのすって、コーンは意外だ、コーンの方が簡単だもんね、そうだよ、もうポーズ見えた途端、2人ともスーッとそっち行きましたけど、皆さん、あの先週の放送終了後のトークで、あの三村さんが炊き込みご飯のアイディアがあるとおっしゃっていましたよね、はい、え本当にあるの一番飲みやすい、なので本日は実際に材料を用意しました。僕大好物なんですけどピーナッツ、これピーナッツ生じゃないじゃん、えこれに、もう、はい、食えるやつ食えるやつ、これ本番中に炊くってこと、これ生じゃないのか、エンディングまでに、エンディングまでに、いやだってこれ大丈夫で、これだし、だしの素、だしの素、普通の水、そうです、普通のご飯にだしの素、そして醤油、うん、で、あとは風味、俺青のり好きなんで、今でしょ、入れちゃうじゃん、後でかけて、結構入れる、後でかければいい、これで後でかければいいじゃん、閉じて2回これ押して、何いきますよ、普通のご飯でいいの、スタート、これでいいの、いや舐めてるね、これ終わりまで、大丈夫できますよ、終わりまで、うまいこれ、これやったことないけどこれ多分うまいんだよ、全然見たことない、やったことない、お酒面白そう、いってみよう、いいよ、では皆さん召し上がってください。海苔の人、海苔の人、予想つくわ。海苔の人、いいですね。微笑ましいですね、この海苔さんたちがね、ご飯を予想するだけは微笑ましいですね。なんかね、炊き出し感が。これだからお好みで海苔をね。海苔多い。やめんな、お前。海苔の味しかしないかも。バタバタ多いよ、海苔。海苔の味になっちゃうんだよ。海苔ご飯じゃねえか、これ。あれ、うまいな。皆さん、いかがですか？私なんかない。ひどい。あれ？お味は？うまい。うまい。うまい。うまい、やばいね。うまいですね。なんだろう、これ。これ、両方ともバターが余計だね。とんでもないじゃないですか、なんかなんかやっぱトウモロコシみたいなのでいいかもしれないですね、そうそうですね、バターとも醤油も何の味だっけ、あでもこれ海苔がいいね、和おかじがいいね、すごい素晴らしいコメントですよ、さあではやばい、これうまい、いよいよ最後にどちらが美味しかったかを判定していただきましょう、やばいこれ、赤、鮭のレモンバター炊き込みご飯か、青、コーンの缶詰の炊き込みご飯か、美味しかった方のジャーへ移動していただきましょう、一人ずつ参ります、まずはローラさん、はい、ジャーニー、赤、続いて中井さん、おめえにハマってねえよ、なんでサーブの選ぶの、普通選んでくれっから、
こっちの方が絶対にあんのじゃん、絶対こっちにあんのじゃんかと思った、ね、思った。でも美味しそう、美味しいコーンね。コーンはほんと簡単でね、麺とコーンはうまかったんだよ、迷ったんだよな、はい、鮭もね、確かにうまいけど、うん、バターでまたさらに仕込む、なんかね、余計なことしちゃってんだよ、ね、いや、あんな違う、こっち選んでましたから、コーンは意外だ、コーンの方が簡単だもんだって。そうだよ、もうポーズ見えた途端二人ともスーッとそっち。嫁タレント南野陽子、シフレヒキネ、まだまだ新婚気分なのか、はたまたそうじゃないのか、旦那さんに出している炊き込みご飯はどんなものなのか、南野さん炊き込み、いや意気込みの方をよろしくお願いします。もうとにかく美味しく、はい、普段から炊き込んでるんですか。炊き込んでますよ。炊き込んでるんですか。お料理されるんですか。お料理っていうか、もう割と手抜き料理なんですけどね。でも炊き込みご飯って一手にね、美味しくできるんで。なるほど、サーベもできるぐらいです。まあ僕でもできるぐらいですからね。本当にやってた、本当にやってます。本当にまあ前回負けちゃいましたけど、最近もうだって中井さんとローラとか俺の方しか選んでねえから。サーベの料理にもう本当にハマっちゃってる。ハマっちゃってるんですもん、中井さん。俺はお前にハマってねえよ。ハマっちゃってるやつが言うやつだから、はい、楽しみ。南野ちゃんの炊き込みご飯、はい、今から2種類の炊き込みご飯が登場します。南野さんが炊き込んだのか、澤部が炊き込んだのか分かりませんが、皆さんがどちらが美味しいか判定をお願いします。よし、さあそれでは早速紹介しましょう。まずはこちらです。鮭のレモンバター炊き込みご飯です。レモンバター、材料はこれうまいな。このようになっています。お米3合に水、醤油、バターを入れ、皮に切り込みを入れた鮭を乗せて炊きます。炊き上がったらレモンの汁を絞り、お好みでレモンの皮とパセリを振ってください。レモンの汁、澤部からレモンバターなんて出るからね。レモンバターは出ますね。ちょっとおしゃれすぎる。うまそうだもんこれ。レモンバター案は出ます、僕から。出ない出ない。ちなみに今回の費用は1人前あたりおよそ50円です。安くなったね。はい、分かんないですね。普通の白ご飯がいくらか分かんない。ベースが分かんない。そうなんですか。早速じゃあ開けてみましょう。これ絞る、絞るの、はい、絞る。さらに、さらにここでギュッと、はい、ギュッとお願いします。お願いしますよ、タモリさん。いやー、結構強い。ちゃんといっちゃっていいんだ。もう十分だと思いますよ。そう、大丈夫。これ混ぜるよ、さらに。これ混ぜるので、タモリさん、はい、酒をほぐしながらかき混ぜてください。この黄色はレモンの皮なの。そうです、皮、いい香りでしょ。はい、ではここでレシピを振り返ります。大丈夫です。はい、本当これだけか。はい、お米3合に水 540ml、お醤油大さじ2杯、うん、バター大さじ3、うん、これうまいを入れ、ちょっとバッ、うん、よろしくお願いします。それでは参りましょう。やめたら VS ハライチサーバーで、うん、夢の炊き込みご飯、夢炊き屋。よっしゃ、はい、何、さあこのコーナーは炊き込みご飯の無限の可能性を求めて嫁タレントの方とハライチ澤部が炊き込みご飯のアイディアで対決するコーナーです。本日澤部と対決する嫁タレントさんにご登場いただきましょう。嫁タレント南野陽子。それに記念、まだまだ新婚気分なのか、はたまたそうじゃないのか、旦那さんに出している炊き込みご飯はどんなものなのか、南野さん炊き込み、いや意気込みの方をよろしくお願いします。もうとにかく美味しく、はい、普段から炊き込んでるんですか。炊き込んでますよ。本当ですか。お料理されるんですか。お料理っていうか、もう割と手抜き料理なんですけどね。でも炊き込みご飯って一手にね、美味しくできるんで。なるほど、サーベもできるぐらいです。まあ僕でもできるぐらいですからね。本当にやってた。本当にやってます。本当にまあ前回負けちゃいましたけど、最近もうだって中井さんとローラとか俺の方しか選んでねえから。サーベ
辺の料理にもう本当にハマっちゃってる。ハマっちゃってるんですもん、中井さん。俺はお前にハマってねえよ。ハマっちゃってるやつが言うやつだから、はい、楽しみ。なんのちゃんの炊き込みご飯、はい、今から2種類の炊き込みご飯が登場します。南野さんが炊き込んだのか、澤部が炊き込んだのか分かりませんが、皆さんがどちらが多いか判定をお願いします。よし、さあそれでは早速紹介しましょう。まずはこちらです。鮭のレモンバター炊き込みご飯です。レモンバター、はい、材料はこれうまいな。このようになっています。お米3合に水、醤油、バターを入れ、皮に切り込みを入れた鮭を乗せて炊きます。炊き上がったらレモンの汁を絞り、お好みでレモンの皮とパセリを振ってください。レモンの汁、澤部からレモンバターなんて出るから、出るから、ね、レモンバターは出ます。ちょっとおしゃれすぎる。うまそうだもんこれ。レモンバター案は出ます。僕から出ない、出ない。ちなみに今回の費用は1人前あたりおよそ50円です。安くなったね。はい、分かんないです。普通の白ご飯がいくらか分かんない。ベースが分かんない。そうなんですか。早速じゃあ開けてみましょう。